こんにちは、こんばんは。今回は今年買ったね、良かったものベスト6をちょっとね紹介していきたいと思います。なんかね、いろいろその買ったんですけれども、その中で特にね、良かったと思う6点をとりあえず紹介したいと思います。それではどうぞ。はい、第6位、ティグペンですね。指先のローラーを回すことによってですね、溶接棒を送れるというちょっと画期的な道具だと思います。溶接棒の径はあんまり関係なくてですね、よほど太くない限りは大抵ものが使えますので、かなり便利かと思いました。はい、で第5位、ヒューパークロスラインレーザーですね。私の使う用途的には、カウルに穴を開けるときが、主です。奥の穴位置に対して、要は手前のカウルとかに穴を開けたいときですね。奥の穴位置にまずレーザーを照射してからカウルをかぶせて、でその照射したままになってますんで、で穴位置を決めてマーキングして穴開けるっていう感じですかね。まあ5000以下で、こう下向けようが上向けようが、なんかレーザーずっと照射しててくれるんで、まあこういうやつがいいですよね。なんかちょっとそのずれたらレーザー照射消えちゃういいやつとかもあるんですけれども、私の使う用途ではいいやつじゃなくていいという、はい、日本語難しいですね。こういう適度な感じで良かったっていう感じです。まあこれが家庭やっぱ良かったですね。そんな感じです。はい、第4位、デジタル表示コンパスですね。ありそうでなかった商品、なんか3つあたりでねこんなの出てくれたら僕ちょっと嬉しいなと思っちゃうんですけどね。このコンパスで手書きたい時って結構いい加減じゃないですか。なんかノギスみたいなのに合わせてね、位置決めてロックしてとか、もうそれが全てオールインワンになってる素晴らしい商品です。まあ、全部樹脂なんでね、あんまりね溶剤とかついちゃうとすぐ折れそうなぐらいちょっとしなるんで、まあちょっとどうにかしてほしいなとか思うんですけど、まあこれはこれで買ってよかったと思う商品でした。はい、で第3位ですね、なんかアマゾンで買った音調付きの安いハンダゴテ、これ結構いいですよ。結構いいです。むちゃくちゃ頭の速いですからね。もうほんと多分もうステーション型もあんま使わなくなるんじゃないですかね。まあ、軽いのがやっぱり軽い、早く温まるっていうのがいいですね。あんま温度はねそんな細かいの僕やらないんで、ちょっと短縮閉めた時に取れないようにロックかけるぐらいなんで、もういかに素早く温まって持ち運びがいいかっていうのが僕ハンダゴテに求めるところなので、これとってもいいですね。もうこのデジタルゲージは絶対嘘だと思うんですけどね、本当。まあこの先っぽの温度がね測れたらもっと面白いんでしょうけど、まあ素早く温まって、軽くて、値段が安価っていうね、もう3拍子揃った、素晴らしいハンダゴテだと思いましたね。いいと思います。なかなかこれはねおすすめな商品ですね。アマゾン恐るべしだと最近思っております。で第2位ですね、先日買ったやつですね、アイウィスの、ラチェット式の圧着ペンチですね。これは綺麗にできますね。もうちょっとバカにできないです。ちょっと違う種類のもね今度また試したいと思います。かなりおすすめです。はい、で第1位ですね、オプトレルのですね、自動車高の溶接面ですね。まあ、これがまあ今年のもうダントツですね。もう視野が広い、もうとにかく明るいですね。もう溶接プールっていうんですか、溶けてるのがもうむちゃくちゃよく見えます。こんなによく見えるんだなぁなんてね、本当に今まで使ってた自動車高の、3M の何でしたっけ、スピードクラスでしたっけ、あれまあちょっとフリーの使ってたんですけど、あれと比べたらもう雲泥の差ぐらいよく見えます。それなのにもう目も痛くならないですしね、とても良かったです。まあ今年のベスト6はこんな感じですかね。なんか他にもいろいろね買っているんですけれども、なんか強いて言うのであればこの6点が今年はちょっと良かったかなっていう感じですかね。そんなにね大物とか今年あんま買ってないので、なんかよくこうやって見るとなんか安価なアマゾンのものしかねえじゃねえかよみたいなね感じするんですけど、まあこういうものでももう十分ねパフォーマンスが出るものがね世の中に普及してるってことですね。ありがたい限りです。今回はこんな感じです。